えー、こちらの予防接種のね通知が来ております。えー、これはねうちの3歳未満の子供にも来てるんですよね。いや一体これをね送って誰がどう判断すればいいのかってことは非常に困るわけなんですけども当然ですけども本人に選択の自由はなくて親の理解力と親の見識すべてに、まあ、このお予防接種の保護も被害も 任せられてるわけですよねで今のところ得体が知れないんですよこの予防接種今回のやつえこれを自信を持って接種してる方は実際どんなリスクがあってどんな成分があってどんなメリットがあるのかってことを正確に語れるかって言って多分それができる方っていないんじゃないかなと思いますしそもそも実験中の予防製薬ですからねで世界中では使われなくなってしまって今日本が積極的に打とうとしてることとあとはアメリカでもまだ一部使われてるみたいですけどね。 果たして、在庫処分になってしまった、この予防接種の原料を、今、一部ではもう廃棄もされてるらしいんですけども、保存期間がだいぶ過ぎてるものもあると思いますが、なんでこれをね、今度はあれですよ、幼児にまで打たせようとしてる、乳幼児ですよ。高齢者のリスクを下げるためのものっていうふうな振り込みで入ったんですけども、高齢者がある程度打ち終わって、予防接種のね、 消化がなされなくなってくると、どんどん年代を下げてきたということで、健康被害も出されてますし、この前も静岡でしたっけね、死者数が150人を超えたっていうふうな、あの、報告を勇気を持ってしてくれましたけども、まあ、あまり報じられることもなくて、事実だけがそこにあるという感じですよね。で、まあ、テレビやラジオ、新聞が主な情報源の方は、ご存じないことばかりだと思いますけども、自分で情報を取れる方っていうのは、 あのしっかりとしたところがねさまざまな説を出してきてるとか検証結果を出してきてることは見ることができますしその上でいろんな考えのある中現実のある中で選択することが唯一できることなのかなと思いますけどもただやっぱり自分で情報を取りに行く方ってのはのはほとんどいなくって例えば自分の身内が病院だとかね医者だとかそこから聞いたっていうことで信用しちゃうっていうのはこれはもしょうがないことだと思いますけどもでもドクターがね うん、必ずしも全治全能なわけでもないですし、まあ、そもそもこのワクチンにあの予防接種に関しての説明を正確にできてる人ってまだこの国にはいないんですよね。えなんせ輸入品ですからわかんないんですよ、うん。ただやっぱり役職としては接種をする方向にはなると思いますしその中でも勇気を振り絞ってね干されることを覚悟でこれは良くないっていう風に言ってくださる方もいる。 リスクなく政策の下で接種を進める人とリスクを負っても自分の立場財産を失ってでも真実を伝えようとしている人どちらを取るかってことになりますよね私の考えとしては別に今日焦って取り掛か,からなくてもまず明日にでも決断を伸ばしても全然大丈夫なことなんでそれは今後の動向に任せようと思いますけどね、まあ、どうなんですかね一時期みたいにその肺にガラス片が刺さったような 恐怖だだととか、かか酸素が足りりなななくくて取りだとかってっいうのは全然聞かなくなりましたよね不思議なことなんですけどもあのまだ国内に出始めでそのクルーズ船騒動の時っていうのはむちゃくちゃ恐怖を煽ってその報道にも過熱したものがありましたし本当に神経質になってたと思うんですけども今は割ともう慣れちゃったっていうかねあの、まあ、こういった何ですかね感染者の報道は毎日されてますけどももうどうでもよくなっちゃってるでしょう。実際に うちの近所でうちの近所だよねまあともかくですけども昨日もね床屋行ったんですけども、ま、マスクなんてし,しないですよね <laughs> うんじゃないですよね何なん,なんですかねうんまああのどっちだろうっていうところなんですよ私はねわからない以上わからないだから A と B っていう選択があって A もわからない B もわからないでも保留っていう選択もあるんですよ 明日に選択を伸ばすってことはね。これは明日に選択を伸ばしても全然間に合うことなんで、私は伸ばし伸ばしていこうと思いますし、そもそも予防接種をたくさんの人がすれば、我が家ぐらいがしなくても全く問題がないと思うんですよ。でみんながやってないから感染のリスクがあるけども、うん、感染したくない人、もしくはこれ重篤化を抑えるっていうことなんですけども、感染とかにあんまり関係ないんですけども、うん、なんか危ないことになりたくない人は、一か八かで予防接種をする。 でも予防接種をしなければまあ一か八かも来ないしそもそも予防接種を受けてる人が周りにいれば自分のところに伝わる可能性もすごく減るみたいな感じでねそれぞれの暮らしに応じたあのリクスクとメリットを比べて選べばいいんじゃないかなと思いますけどねまあこの2022年の11月の下旬に来て1回も接種してない人でさえ別に焦ることはなくて今までここまで来てるわけですからね、うん、まあでもね 焦って接種してしまった人の中で、死亡者数がもうね、わかるだけでも2000人ほど出てるってことは、感化できないことだと思うんですけどね。超過死亡率っていうのの報告がもう、いろんなところで上がってると思いますけども、上消化死亡率消、超過死亡率ね。あの、検索ディリクを出してもらえばいいんじゃないかなと思います。私からああしろこうしろとは別にないんで、私は今んところ迷ってるってとこなんですよ。迷ってるからやってない。でも、迷ってるのにやっちゃうと、それは迷いを通り過ぎて、もう、 取り返しのつかないことになっちゃいますんでね何もなければいいんですけども5年間ぐらいは、まあ、様子を見ないと分からないそうですよね、うん、怖いですねなんかね、うん、はいじゃあ以上です